なんか怖くなってきた。でももう後戻りはできない。入り口を探そう。ねえ、これ見て、タイヤの跡。しかもまだ新しいぞ。中を調べないと。クロエは怖いものなし。その力はどこから来るの？何もない廃墟の農場にわざわざ電気を引いたりする？古い車、これはさすがに調査対象じゃないかな。他に入り口がないか探してみてくれ。入り口あったよ。こっち。でかしたな。さすがだ。何この気味悪い場所。鳥肌立ってきた。しっかりしろよ。おい、なんかあるぞ。音立てないで。ずいぶん古そうだね。なんだ、外れか。待って、よく見て。ハリー・アーロン・プレスコット氏設立の図書館が完成。空前の核シェルターブーム、プレスコットファミリーの影響で。新聞の切り抜きだね。私は周りをよく調べてみる。プレスコット家に関する記事の切り抜きか。でも他にも何かあるはず。クロエも探偵の素質あるかも。これもある意味自撮りだよね。秘密使い古されたトラクター。プレスコット家は先祖代々ろくでなし。こんな場所にわざわざ来る人なんていない。でもこの後は何？うわ、古き良き農場って感じ。この古いボタンじゃロープも滑車もきっと動かないよね。干し草を持ち上げるためのフックだ。昔のホラー映画で見た豆知識。昔はこんなに安かったんだ。秘密を暴いてやる。干し草の中には何もなし。え？何これ？まだ新しい。どうして？
さすがに素手でこれを開けるのは無理か。怪しいハッチを見つけたけど、鍵がかかってるみたい。もっと調べてみるね。なんかあったら呼んでくれ。ロープは上の足場に続いてる。登ってみよう。クロエ、ちょっと手伝って。お安いご用だ。どうだ、眺めは。偉くなった気分。上に乗っても大丈夫そう。ロープの端っこだ。マックスガイバー。こんばんは、ドクター・ホーなんてね。重い。階段、なんで？ビンゴ。見るからに怪しいと思わない？ああ、誰が作ったんだ？プレスコット家の誰かでしょ。現実じゃないみたい。これは壊せない。コードを入力しなきゃ。錠前の次は電子機。よっぽど人に見られたくないんだね。やった、スパイ映画みたい。よし、開いたよ。非常用シェルターか。本格的だな。行くぞ。ここは一体何？非常食がこんなに。飲料水、デイビッドのガレージみたい。この缶、デイビッドと同じ店で買ってるんだ。うわ、ネイさんの精神状態、本当にヤバそう。
地下室にダクトテープって嫌な予感しかしない。姉さんには最高級のプリンターじゃなくちゃね。サイン付きの絵、本物だ。この場所にぴったり。この金持ちめ。いやだ、気持ち悪い。実際だけど、手がかりはなさそうだ。姉さんと父親ってどうなってるの？ここには何が？あ、嘘。そんな。世界が終わっても映画見れるね。高い機材がこんなにたくさん。しかし本当悪趣味だな。高そうな三脚だ。これ全部フランクから買ったのかな。注射器？やだ。ウイスキー好きがいるんだね。レイチェルとケイトの記事ばっかりだ。どうした？なんか見つかったのか？うん。これは、ビクトリアって書いてあるけど、カラだよ。こっちのはケイトだ。何これ。ひどい。くそ、姉さんの野郎。ケイトだけじゃない。他にもこんなにたくさん犠牲者が。ビクトリアが危ない。姉さんは今夜のパーティーでビクトリアを狙う気だよ。レイチェル。違うよな。これ全部やらせだよな。そうだろ。顔をよく見て。多分本当に。きっと姉さんから大金もらって、それでモデルとして。何のために？わざわざ地面を掘ってまで。しかもこれどこ？廃品置き場だ。今すぐ確かめに行こう。奴が何をしたのか。レイチェルが死んでるわけない。全部やらせだって。絶対そうに決まってる。そんな。レイチェル、ケイト、このファイル全部。本当に怖くなってきた。この写真は他と違う。意識があってすごく怒ってる。気を失ったレイチェルの口に何か入ってる。何が起きたの？これやらせだよね。本物だなんて信じられない。朦朧として撮られてるのにも気づいてない。意識がなかったのがせめてもの救いなのかも。
よ、クロエ。ねえ、こっちだ、早く。ここだ、間違いない。マックス、手伝えよ。待って、これ…そんな…ああ匂いが…レイチェル…嘘だ、嘘だ、信じない。Thank you.